吉田くん、今日から職場体験の中学生が来るからね。え、うちも職場体験とか受けれてるんですか？ああ、意外と人気なんだよ。へえ、ちゃんと優しく仕事教えてあげてね。わかりました。いらっしゃいませ。なにこれ？え、めっちゃおる。職場体験の中学生めちゃくちゃおる。え、職場乗っ取りに来た？職場乗っ取り体験？大人数すぎるって。じゃあ吉田くん、今お客様もいないことだし、全員にレジ締め教えてあげて。無理やろ。約30人の中学生にレジ締め教えるのは不可能やろ。絶対覚えられへん子が何人かいて質問バリ飛んでくるやん。僕質問攻めに合うやん。ほんでこの人数にレジ触らせたら誰か金取るやろ多分。こんなん言ったら悪いけど多分悪ガキ混ざってるって。この人数の中学生から犯人探されへんで。あ、お客様入ってきたね。みんなでいらっしゃいませよか。せーの、いらっしゃいませ。うるさー。元気いっぱい中学生の有り余る体力で大合唱いらっしゃいませ。え、もうこれ元気玉や。これが元気玉やで。元気玉とはこのことや。食らってまうわ元気。こんな元気な子たちの中にレジの金抜くやつはいませんでした。すいません。じゃあ全員にレジ締め教えてあげてね。あ、店長、お言葉ですが全員にレジ締め教えるのは不可能中の不可能。不可不可能の不可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 。なぜ？多いから、数が。ああ、言われてみればそうかも。言われてみればって次元じゃないやろ。見たらわかるやろ。じゃあレジ組と品出し組に分けるか。まあそれでも多いんですけどね。そうか。はい、一つの店舗に30人の中学生いたら何の店かわかんないです。お客さん間違ったと思って帰っちゃいます。さっきの人も帰ったでしょ。ああ、そうか。じゃあ他の部署にも回そうかな。え、うちの会社の商品開発部と人事部とマーケティング部とかにもそれぞれ5、6人ずつ送ろうか。次の日。あ、ございました。いや、仕事覚えるの早いね。ありがとうございます。他の部署も体験してみたいんですけど。ん？他の部署？はい、私いろんな職業を体験したくて。職場体験って自由じゃないですか。なのでいろいろしたいんです。この会社って店舗に立つ人以外に営業部とかマーケティング部とかあるんですよね。ああ、あるね。そっちに行ってみたいです。ああ、そっか。じゃあ本社に掛け合ってみようか。いいんですか？ありがとうございます。じゃあ私の代わりにレジを覚えたい中学生いたら代わりますね。ああ、分かったよ。次の日。ありがとうございました。いや、君仕事覚えるの早いね。すごいよ。ありがとうございます。ここの会社って商品開発部があるって聞いたんですけど。ああ、あるね。そっちに行くことってできますか？商品開発とか携わってみたくて。携わってみたい。ああ、一度本社に掛け合おうか。ありがとうございます。代わりの子を探しておきます。次の日。ありがとうございました。君仕事覚えるの早いね。最近の中学生はすごくてびっくりするよ。ありがとうございます。他の部署に移ることってできるんでしょうか？他の部署、私もともと広報を志望しておりまして。もともと広報？はい、そっちに移れたら嬉しいんですが。ああ、そうなんだ。じゃあ本部に掛け合おうか。ありがとうございます。代わりにレジする子いたら探しておきますね。1週間後。ありがとうございました。いや、仕事覚えるの早いね。ありがとうございます。この会社って営業部もあるんですよね。ああ、あるよ。もし昇格できるんだったら僕営業部に行きたいんですけど。ああ、昇格、その職場体験だからあるかよくわかんないけど。営業部に行ったら昇格コースって聞いたんですよ。ああ、そうなんだ。まあよくわかんないけど本部に掛け合おうか。ありがとうございます。半年後。ありがとうございました。いや、仕事覚えるの早いね。ありがとうございます。他の部署に移りたいんですが。他の部署、広報に行ってそこから営業に行くのが出世コースと聞いていたんですが。え、出世コース？職場体験に出世コースとかある？なのでまず広報に行きたいんですけど。ああ、向上心があるんだね。はい、じゃあ本部に掛け合ってあげようか。ありがとうございます。じゃあ代わりにレジ打ってくれる子いたら探しますね。ああ、ごめん、これいつまで続く？はい、もう半年ぐらい職場体験で毎日毎日違う子が来てるけど、来るたびにその違う部にやってるけど、これいつまで続く？普通3日4日じゃない？お、僕に聞かれてもわかんないです。でもこれもう何週かしてる君ら？30人やったからさ、半年もこのぐる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 、なんか何をしてんのこれは。よくわからないけど、職場体験ってこんなんやった？時代変わった？あ、いや30人じゃないですよ。え、最初は30人ぐらいのメンバーだったって聞いたんですけど、そこから友達呼んだりして、他のクラスの子とか友達が友達呼んで他の学校にも当たって、今この会社には中学生が200人ぐらいいます。え？え？はい。え、何言ってんの？どういう意味？どういうこと？え、君たち来てんの毎回新しい子なの？はい。あ、そうか、顔覚えてないな、思ってたわ。え、回ってるんじゃなくて新しくどん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 入ってきてた？はい。やば、どういうこと？じゃあ他の部署に行きたいって言った子が他の部署にバーって行って溜まっていってるってこと？はい。え、何その状態？職場体験ってそんなんだ。それで今200人ぐらいいます。乗っ取られるやん。で、乗っ取られてるやん。うちの会社もともと200人ぐらいだな。中学生200人加わったの？いや、元いた人は結構辞めてるんでほぼ中学生って聞いてます。え、めっちゃ乗っ取られてるやん。中学生に職場乗っ取られてるやん。会社ごと乗っ取られてるやん。何この戦略、どういう意味？どうやって乗っ取るの中学生が？意味わからないけど。今元のメンバーで残ってるのは社長、副社長、あなたです。3人やん、元のメンバー3人やん。え、僕ら以外みんな辞めていってた？はい。そりゃ店長もいなくなったな思ってた、いつか。でも中学生と一緒に店回るからよかったけど、店長おらんくなってたわ。はい。あ、もしあなたもよければ辞めますか？辞めさせられる？中学生に会社丸々乗っ取られて辞めさせる？なんやこの夢みたいな話、怖すぎるって。でもこんなおもろい会社絶対辞めないぞ。僕らはみんな生きている、生きているからチャンネル登録するんだ。僕らはみんなチャンネル登録している、チャンネル登録しているからチャンネル見るんだ。手のひらをチャンネル登録ボタンに届かしてみれば。